今日は金輪際の記念日ですね。なんだか私も緊張してきちゃいました。よろしくお願いします。今日は調子がいいな。やっぱりここは少しやる気を出した方が見返りが大きいか。そうなんだよ。アンズはそもそも楽してアイドルを目指してたんだけど、まあ最近はアンズなりに労働に勤しんでるでしょ。それで思ったんだ、ルミナスをもっと有名にするにはもう少しアンズも積極的に活動した方がいいのかなって。なんだか労働に屈したみたいでちょっと悔しいけど、でもみんなと一緒にやってるとさ、結果がついてくるって実感あるんだよね。これがプロデューサーの言ってた働いて報われる瞬間なのかなってちょっとだけ思ったんだ。いやいや、それはない。できたら働かずに報われたいよ。あくまでも楽してアイドルが最終目標だから。そのために今頑張るのが効率いいってだけ。まあね、プロセスは違ってもアンズとプロデューサーが目指してるものは一緒だし、ほら、いおりちゃんがプロデューサーによく言ってる茶馬のように働けばアンズもやる気になるかも。やる気？アンズ何かしたっけ？二人ともゲームに集中しすぎちゃって実現しなかったけどね。そう？それならまた何か思いついたらプロデューサーに言おうかな。へえ、アンズも結構役に立ってるんだ。そっか。
力を合わせてか。頑張りたくはないけど仕方ないね。どちらにせよ何かしらは動かないと。アンズの楽してアイドルは実現できなさそうだし、まあ賞を陰と欲すればまず馬を射よってやつだね。
誤りもなく。はい、問題ないと思います。みんなの動きがぴったり合うようになってきたね。曲の感情をより深く意識するようになったからかな。そうね、みんなさすがね。思う相手への強い感情。他の方と感情を合わせるのは難しいですが、それが自分の成長につながっている気がします。この調子ならハロウィンオータムまでに楽曲の完成度を高められそうですね。うんうん、いい調子じゃない。じゃあこのままもう一踏ん張りするわよ。今日はファン人数の記念日です。達成できているかどうか見てみましょう。無事目標達成です。プロデューサーさん、今月もお疲れ様でした。お、プロデューサー、用事ってほどでもないけど、ただいつもプロデュースしてくれてありがとうって。いうことなら自分これからも頑張るさ。